今日は3月11日ということで、東日本大震災と原子力発電所の事故からちょうど丸3年になりました。3年前を迎えまして、町民の皆さんに双葉町の復興復旧ということを同じ思いを続けて持ち続けていただくためにも、双葉町の今後のためにも皆さんと共通する思いをつなぐためにロゴマークを皆さんにお諮りをしまして、今日決定に至りました。デザインの制作意図、コンセプトにつきましては、過去と未来の双葉町を表現した色違いの2つの葉を手のひらで優しく包み、ふるさとへの思いを抱きながら、新たな双葉町を大切に育てていこう、そういう思いで、このようなデザインになりました。そして、ずっとふるさと双葉町、双葉町は私の生まれ育った大切なふるさと、その思いをこれからも持ち続けていくことはきっと新しい町づくりにも生きてくる。ずっとふるさと双葉町はそうした思いが込められたスローガンでございます。